サバさん、自分のペースにしましょう。自分のペースでいきましょう。すぐガード戻す、ガード戻す、抱えない、プッシュ、ガード入れたら次の攻撃、あんまり相手にさせないよ、相手にさせないよ、ちょこちょこ動かすよ、しっかりそれ、大きい当てに、相手にさせないよ、させないよ、頭上げて、相手今お尻高いから、崩して、崩せるよ、相手ガード高いから少し作ったりとかして、足作ってもいいよ、手首コントロールでいいよ、手首コントロールでいい、できたら左足から立ってて、手首コントロールできたら左足から立ってて、ハイガードにして上がっていく、ハイガードにして、ウエストどんどん上がっていく、ガードの位置を高くする、ガードの位置をどんどん高くしていく、足出てるから救っていい、救っていい、横返しかかるよ、もう一回ガード入れる、入れちゃって、ナイス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 、締めるよりもガードの先に入れるよ、ガードが先よ、膝立てて、ガード先よ、左膝立てましょう、腹ばい、膝入れるんだったらちゃんと尻動かしてちゃんとエビする、まだエビできるから大丈夫だから、それできるできるとこよ、できるよ、動かすよ、まずしっかり押さえて右手ズボン持ちましょう、右手ズボン、くるぶしょ、今動きましょう、相手が動いたとき、次のポイントにマウント取りに来るときも狙うよ、落ち着いて相手を見ましょう、落ち着いて相手見ましょう、右手ズボンに持ち替えていいですよ、右手ズボンに持ち替えて、動かなければ相手にルーチ入るから大丈夫よ、残り2分、頭出して、前に進む、両手で持ってください、頭上げて、膝の裏を持つ、手前でそう、もっと膝曲げていい、頭横から出して、頭出た瞬間相手クラッチ手がスイッチバック行ってもいいから、スイッチバック行っていく、そこ帰っていい、一回お尻引いて、しっかりお尻引いて、バック行きますよ、向かい合う、よし向かい合う、そこ止まんない、向かい合うよ、ちさこさん、止まんないよ、まだ時間大丈夫だから止まんないよ、ちょっと前に進んでから、よし、抑えろ、よし、マウントまで行く、枕をちゃんと取る、枕を取る、左手枕、いいよマウント、キープ、よし、決めろ、膝締める、伸ばして、膝締める、ガード一回入れると、膝締める、ガードに入れる、まず、ガードに入れる、塚川さん、ガードに戻す、クローズドに入れる、膝がガードに戻す、左足振ってガード戻す。
Thank you.